アキュラ TSX、TSX、TSX は、ホンダ技研工業が、かつて生産し、アキュラブランドで販売していた、セダン、または、ステーションワゴン型の中型乗用車である。アメリカでは、エントリーラグジュアリーカーに属する。欧州、日本仕様はコードをベースにしており、2001年に、販売終了した、アキュラインテグラの後継となった。2003年4月より、 北米で販売されているほか、二代目からはメキシコでも販売される。全台数埼玉県さや山市にある、本田技研工業埼玉製作所にて生産されている。2015年モデルよりトルコリラと統合されて、TLX となった。2008年モデル TSX は、208PS の K24A 型 DOHCI ビテックエンジンにマグネシウムケーシングが、 特徴の6速 MT が組み合わされる。5速 AT はオプションだが、アメリカの希望小売価格上では、価格は変はない。パワーステアリングは、欧州アコードの標準仕様と同じ油圧式である。ベッサ、クルーズコントロール、17インチアルミホイール、シートヒーター付き 8A パンチングレザーパワーシート、ムーンルーフ、360ワット。 アキュラプレミアムサウンドシステムなどが標準装備取る。2005年モデルでは、XM サテライトラジオ、ヒーテッド,ドアミラー、助手席4ウェイパワーシート、ステアリングのオーディオ、クルーズコントロールスイッチの照明が追加された。2006年モデルでは、エンジン最大出力が 5PS 向上、フロント、リアのエクステリア処理が一部変更となり、ホイールデザインも変更。 サイドスカート、フォグライトが標準となった。インテリアでは、インストゥルメントパネルのマルチインフォメーションディスプレイ、MID や、Bluetooth ハンズフリーリンク、デジタルオーディオポートが追加。2007年モデルでは、タイヤプレッシャーモニタリングシステム、TPMS が追加され、電動のリアビューミラーが改良された。2008年モデルでは、いくつかの小変更と、 新しいボディカラーが追加。米国道路安全保険協会によるテストにより、TSX は後方衝突安全性能で、プアの評価を受けた。前方オフセット衝突は、グッド、側面衝突は、アクセプタブルとなっている。フルモデルチェンジされた2009年モデル TSX は2008年4月11日に、ニューヨーク国際オートショーでデビューした。 ボディサイズは2008年モデルと比較して全高は 15mm 低くなったが全幅が 76mm トレッドが 66mm ホイールベースが 33mm 全長が 61mm 大きくなるなど先代より一回り大きくなってるクロムメッキで大胆に縁取りした平行四辺型メッシュのフロントグリルなど最近のアキュラのトレンドの先進性を強調した キーインエッジデザインとなっている。ボディでは A ピラーが細くなったことにより視認性が向上。ルーフは従来ではパネルに開け断面構造のスティフナーが使われていたのを平断面構造とした。取り付け方法も先にルーフメンバーを溶接してからルーフパネルを乗せる方法に変更し強度、剛性を高め振動を低減している。フロアのインナーフレームレールは 北米アコードにも採用されていがアキュラでは、初採用で、従来とは逆に、フロアパネルの上部にフレームを配置することで、衝突安全性能、静寂性能が向上、なおかつフロア下をフラット形状となったことで、空力性能も向上している。エンジンは、先代のエンジンと同じ2.4リットル直列4、基等の K24Z 型 I。 リテックエンジンでバランサーシャフトが組み込まれており、204PS、23.8kg、M を発生する。先代より最高出力は 4PS 下がったことになるが、アキュラではより広域でパワー、トルクが出るようになっており、運転時のパワーフィールは向上しているとしている。主な改良点は圧縮比が11.0にアップ、バルブタイミング変更、インテーク。 エギゾーストのエアフロー改善などで、インテークマニホールドは新たに樹脂とアルミニウムのハイブリッド構造とな、従来のアルミニウム製から軽量化された。排出ガスは、カーブラバイアレブに対応した。2009年には2.4リットルエンジンに加えて、3.5リットル V 型、6気筒の J35Z 型エンジンと2.2リットルの I-D-TEC ディーゼルターボも登場予定であり、 尿素を使用しない先進の窒素酸化物低減システムで50周の排出基準適合する。サスペンションは前後新設計でアキュラ発となる昭和製デュアルモードダンパーを装備。トランスミッションは6速 MT と5速 AT で AT にはシーケンシャルパドルシフトが付く。パワーステアリングは油圧式から EPS 電動パワーステアリングとなった。 ステアリングレシオは仙台よりクイック設定となり、ステアリングマウントの合成は380%アップ、コネクテッドなフィーリングが特に高速走行時に得られるという、モーションアダプティブ EPS、アダス、アドバンストドライビング、アシストシステムなどは採用されていない。ヘッドライトの昼間点灯機能、バック時の自動型向きドアミラーなどが新たに採用され、サイドエアバッグは デュアルチャンバー式となった。その他の標準装備としては、7スピーカーオーディオ、ブルートゥース、レザーシート、デュアルゾーンエアコン、メモリーパワーシート、ムーンルーフ、HID ヘッドライト、オーディオ用 USB ポートなどがある。オプションのテクノロジーパッケージでは、アキュラナビゲーションシステム、アキュラリンク、10スピーカーアキュラ、ELES プレミアムサラウンド、 GPS リンク日射センサーオートエアコンなどがつく。2010年秋には新たに、アキュラ発のステーションワゴンとなる TSX スポーツワゴンが投入された。リアルタイムレーシング RTR は RSX と共に TSX でスカスピードワールドチャレンジのツーリングカーシリーズに参戦している。TSX はボディの強化と軽量化がされ、 圧縮比が高められたエンジンとカスタムビルドのシーケンシャルトランスミッションを搭載する。2005年には RTRTSX によりアキュラはマニファクチャラーズタイトルピーター・カニンガムがドライバーズタイトルを獲得した。2006年も連続でコンストラクターズタイトルピエール・クライヌ・ビンがドライバーズタイトルを獲得している。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。